それではこちらですね、なんとか E、なんとか E の場合、E は E と呼んで、E は最後の E は読まないので、例えば最初に TH、 そして E があって S の場合、 TH 濁って V、 SE で Z、 なので These と読むことができます。これらという意味ですね。はい、その他また TH から始まってこんなパターンもあります。 TH は今度は濁らずという息の音、さらに E は E と呼んで、 M は M で、最後の E は読まない Theme、 Theme、 これ実はテーマという意味です。なぜこれがテーマというカタカナになったのか分かりませんが、主題であったり題目であったり、そういうテーマという意味、英語では Theme と読みます。テーマに聞こえないですよね。いっちゃん、こんなパターンもあるんです。これ皆さん読むことができると思いますが、 Japanese と読むことができます。でここの部分を見てみると NESE なんで、なんとか E、 なんとか E の形になってます。 E は E と呼んで、最後の E は読まない。 Needs、 ここの部分で Needs と読むことができます。このようにですね、単語の部分的になんとか E、 なんとか E という形があっても、まあ、その他のなんとか A、 なんとか E であってもそうなんですけれども、部分的に、こういう読み方が使われることがあります。最後になんとか O、 なんとか E の形でございます。この場合は O は O と読むことが基本です。例えばジュオークで E を読まない。ジョーク、冗談とかですよね。先ほども言いましたけれども同じパターンで TH 濁って Z、 ここは Z なので Those、 あれの複数形であれらという意味です。その他こんなのもあります。こちら Notebook と読むことができますが、最初の Note の部分は、なんとか O、 なんとか E の形になっていて、これを O は O と読んで E は読まないパターンになってます。Notebook というのはそもそも Note と Book という、それぞれの単語をひっつけた複合語になるので、ここの部分の読み方はこれがない状態の読み方と一緒になります。 Notebook、 Note ですね。もう一つ、なんとか O、 なんとか E の時は、注意点がありまして、例えばこういうような形は O は O と読まずに Come、 これは皆さん読むことできると思うんですけど、 O の部分は O ではなくて A と発音しています。 Come、 発音記号書いておきます。 Come、とか、まあ、同じように Some、であったり、まあ、いずれにしても E は読んでません。みんなご存知 Love ですね。 L に V で Love、 これも O の部分は O と読まずに A と発音しています。こんなパターンもあるので注意が必要ですね。このように、子音、母音、子音、最後に E で終わる形のパターンの場合には、基本母音はアルファベット読みをして最後の E は読まない、というパターンになりますので、皆さん、これらのパターンをうまく使っていただいて、英語のリーディングやライティングに役立ててください。お、ま、け、消える E サウンド、Silent E はこれだけじゃないんです。実はこういうパターン、子音があって LE で終わっている場合も子音プラス L で L で最後の E は読まない、 Silent E になります。例えばこうだった場合は Bull、 Able、 Possible、 Table、 他にも Cool と読んで E は読まない、Cool、 Circle、
アンコウ。プル。E は読まない。Purple, people。このように E の音が消えてるんです。Silent E。読まない E の音はいろんなところに隠れてます。ので皆さん、ぜひ探してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。Thank you for watching our video. I hope you like it. ゆうごでした。Bye.